どうも、グマです。ということでね、新しいイベントが始まりましたので、ちょっとね、お知らせの方から見ていこうと思います。よろしくお願いします。それではまず1個目ですね。第3部5章、崩れ落ちる王国。メインクエストが追加されました。これいつかやりましょうか。でもね、ちょっとこれ物語私あんまり読まない派なんで、ちょっとちゃちゃっと物語を全部スキップして、戦闘だけして終わろうかな。これね、物語。はい。はい、次ですね。はい、これが今回重要です。嫁パに夢見るモニクと6月の花嫁ということで、衣装系のイベントが実装しました。ただ、今までの衣装系と違って、少しだけちょっと違う点があるんでね。そこは後ほど話しましょう。で、次ですね。嫁パに採用キャンペーンということで、優勝のシャインストーンで、いろいろもっきり酒とか変えて、そこから採用回数に応じて貴重なアイテムがもらえるよということで、ここはあんまり無課金税には関係がありませんが、課金税はここ最大活用するといいのではないかと思います。では次。特別採用セット販売か。これも課金っすね。2億経験値とかさ、美味しいよな。これ、シャインストーン10個ぐらいだったら買いたいんですけど、確か10個ぐらいじゃなかったんですよね。ちょっとここは買えませんが、結構、今回は面白いキャラクター、ルツィエルの花嫁とヒナノの花嫁ということで、欲しい方はね、課金してもいいのかなと思います。で、次ですね。第1弾。5月31日から6月3日まで、ルツィエルとヒナノが確率アップ中でございます。で、今回は他にも星4、ビクトワール、そして星3、ロマナがいます。ただし、ビクトワールとロマナはクエストで手に入るので、ここ、なんか無理に採用する必要はなくて、あくまでこのルツィエルとヒナノ、この2つを狙っていきましょう。というわけで、じゃあイベントの説明をしていきたいと思います。はい。では、まずはショップの方ですね。で、ショップの方は優勝シャインストーンがどうしてもメインとなってきます。1日1回の妖精もっきり酒とか、あとは星5衣装シャイン&2億経験値セット。これ優勝30って結構いいっすよね。衣装シャインってことで何の衣装シャイン出るのかよくわかんないんですが、多分今回以外の衣装シャインも出ちゃうのかな。ただ2億経験値招待券もあるんで、これ結構美味しいかもしれないですね。課金する税からすると。あとはやっぱりここ、グランド。ウェディング採用セット。この辺はやっぱり美味しいですよね。覚醒書のももらえるし、星5花嫁封筒ももらえるし。で、もっきり酒。甘酒じゃなくてもっきり酒。これが美味しいですね。ここ買って、ウェディング採用セットも買えるなら買ってってのがいいのかもしれないです。で、無課金税はもうこの採用セットぐらいしか買うものがないですね。これもいらないしね、食材セットも。100払ってこれ買うか買わないかってところでしょうか。はい。では次、採用のところですね。もっきり酒を使うことによって、回数に応じて報酬が受け取れます。で、報酬は10回だと覚醒書、20回だと星5衣装社員確定封筒、そして30回でまた覚醒書、40回で無限衣装社員封筒。これいいっすね。ただ、妖精のもっきり咲き40回って結構えぐいね。あとは全部覚醒書って感じか。ここまで取りたいけど、ここ結構きついっすね。ここ行ける人は行きましょう。で、今回の、採用確率ですが、採用確率低いっすね。まず、金ポスだと 0.635%。で、ブライダルポストだと 1.1%。うわ、低いね。で、レア確定ポストだと 1.65。で、ここは確か関係ないんじゃなかったかな。魔法師にしてみましょうか。関係ないっすね。ここはフレーズは関係ないんで、フレーズ単でもいいんで。とりあえず毎日ブライダルポスト回して、一番最後にレア確定ポスト回すっていうのがいいのかもしれないですが、今回ね、ここら辺のキャラがいると結構有利に進められるので、早めに引いちゃってももしかしたらいいかもしれません。はい。それでは次、イベントの説明ですね。イベントは遊び方というところを見ると分かりやすいんですが、お手伝い PT を貯めてお手伝い度を上げましょうと。で、お手伝い度を上げると、5000ポイントかな。各マップ5000ポイント貯めると、宿直というのが解放されて、
放置して、経験値を貯めることができます。ただし経験値量は結構低いんで、まあおまけ程度でいいのかなと思います。で、一番重要なのがこのお手伝い度 100% で夢パニモニクがもらえるということで、今回衣装社員ならなんですが、この星5モニクが、まあ、頑張ればもらえるよという形で、いやこのね方式は結構私いいと思います。まあ頑張る価値が出てくるんでね。でまずはこの嫁パニモニク、これを最優先でもらうのが一番いいので、まずはねやっぱりお手伝い度 100% これを目指していきましょう。でお手伝い度なんですけども、ここのレアクエストとか、あとここら辺にね緊急クエストとかが出てくるんですけど、まあここら辺はやってもお手伝い度が増えません。あくまでこの3つしか増えないんで注意しましょう。で、まずはオープンテラス、まあ祝福でエントラスとあるんですが、まずオープンテラスやりましょう。で、オープンテラスやる理由としては、オープンテラスを、クリアすることによって、ここのねロマナの嫁パニ封筒っていうのが2000でもらえます。で、このロマナの封筒をもらって、ロマナを使って編成に入れることで、これ出るかな、はい、こんな感じで 1.3 倍になるんですね、編成に入れると。なんでロマナ入れて編成入れて、まあ回るのが一番いいのかなと思います。で、あとはロマナ手に入れたら、この宿直、これをどんどん解放していくのがいいと思います。で、これを解放することによって、まあ多少なりともアイテムと、まああとは経験値がもらえるので、まあここ3つあるんで、これをまずはオープンにしましょう。で、あとはこのモニクを手に入れるべく、このお手伝い度を頑張って上げていく。で、モニク手に入れたらまた編成に入れるみたいな感じでいいのかなと思います。ちなみにエントランスかな、うん、エントランスだったかな、そうですね、エントランスにもビクトワールというものがあるんですが、これね結構お手伝いポイント高いんですよ。12000結構かかるんで、まあ先にオープンテラスをやるのがベターなのかなと思います。ということでね、まあ今回周回をすれば嫁パニモニクがもらえるんで、まあここをしっかりもらって、あとはこの2人頑張って手に入れましょう。ということで採用最後にやりましょうか。まあ使っていくポストはまずはショボですね、うん、これがこれ最終日使おう、うん、これは最終日に私は使おうと思います。じゃあブライダルポスト使って、なんか来てくれるかな。社長、新しい履歴書が届いてるよこの中というわけで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またね。Bye.